はい、どうも、アッキーです。似てる似てる。ということで、今日はカルト中ミリ SMG にしたいと思います。イエーイ、声貸してください。どうも、アッキーです。イエーイ、カスミリさんです。完璧、完璧。やっぱ俺といえば9ミリだよね。はい、はい、ということで一番好きな9ミリです。9ミリ好き、9ミリがいい、9ミリ好き、9ミリ、9ミリ好き。似てるわ。はい、ということで9ミリ借ります。借ります。よろしくお願いします。コルト 9mmSMG、まあ、通称パナマカービン、あと R5635 とかでも呼ばれている PCC の先駆けですね、ピストルキャリバーカービン。これはですね、ベースがウージーの 9mm のマガジンなんですけど、使えるようにしてあるサブマシンガン化したモデルですね。あの各国の LE とか使われることが多くて、まあ、やっぱりあの安価な 9mm を慣れた AR 系のプラットフォームで使える便利さっていうのがありますので、やっぱりいい銃ですよね。まあ、最近流行りの PCC にしても、この辺りのちょっとオールドスタイル の、 そのハンドガードだったりとか、こういう銃の色気もあると思います。でこの G&P 製の 9mmSMG がですね、見た目の再現度が高くてですね、このケースリフレクターですよね、 9mm に合わせてちゃんとこういうところも作ってあったりですとか、ここもちゃんとカットされてて、でハンドガード自体も他のメーカーですと割と標準的な、多分生産性の観点からちょっと太いハンドガードで再現してたりとかがあるんですけど、ちゃんとその実物に合わせて細身のハンドガードをあの使用していたりですとか、細かいところもちゃんと作られてて、見た目はとにかく素晴らしいですね。はい、中身がですね、ちょっと海外製メインになってるんで、若干ちょっと国内のセッティングにやや合ってないようなところはあるので、箱出しっていうよりはやっぱりちょっと手を加えていただくと進化を発揮できる銃かなとは思いますね。ただしあの剛性とかは高いので、あの潜在能力はとても高いので、あのおすすめの一丁ではございます。1月14日15日、ここで M ビジョン即売会やります。よろしくお願いします。普段ネットでしか見ることできないと思うので、実際にかけてもらって、あの使い心地の方を体験してもらえればなと思います。たくさん持ってくるから、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。場所は、エアソフト97の秋葉店さんの方でやります。時間は通常営業時間通りでやると思いますので、よろしくお願いします。開けまーす。大丈夫かな、中入ってるかな。めっちゃ軽いよ。イエーイ、お、9mm、 うわめっちゃかっこいい。はい、パナマカービンですけど、うわすごい、現物持ったの初めてです僕。うわすごい渋いですね、めっちゃかっこいい。 MGH 刻印されてますね。あとなんかすごい色あせてんのかな、これわざとなのかな。なんか 5,6 年経ったスタンダードなセレクターみたいになってますけど、色合いが持った感じね、本当にね、箱を出す前からもうすごい軽く感じてですね、持ちやすいです、軽いです。でも実際持ってみると少しずっしりするかなって感じで、あ、結構重たい、結構重たいっていうのもなんだけど、別に軽いよ、全然軽いんだけど、あ、結構ずっしりしてるなっていう重さです。僕の最強銃 M4 とね、重さがちょっと似てんのかなって感じします。外装はね、金属ですね、すごい重たい、うん、フルメタルですごい、なんか材質がめっちゃいいような 金属感しますね。なんか厚みが大きいっていうか、あの僕のシーマの M4 と比べて、ね、すごい厚みがあるなって感じがします。持った感じすごいいいですね。わあ、マズルから試していきたいなと思います。はい、見てください、これもね金属ですね、うん、このマズルね、僕の M653 みたいにですね、下までポートみたいなのが開いてるんで、これ多分昔のやつじゃないですかね。今の M4 だと伏せ撃ちをした時にこの爆風がね、ドローまで跳ねちゃうってことで前が見えなくなるらしくて、ここ今ないやつがあるんですけど、あのここはね、じゃあ最後まであるってことは結構昔めの銃なのかなっていうような気がします。でそれでね、下がっていくと、これこのハンドガードはね、 XM 系統かな、なんかね XM にしてはちょっと大きいのかなって気がします。でも M4 と比べるとそんなに大きくないから、どっちなんだろうみたいな、 XM 系統でいいのかな、まあ間違ってたら申し訳ないです。まあなんか XM ぐらいの細さですね、古い銃
だからね、そういう感じがします。で、銃剣つけれるところとか、このリングの部分ですね、まあ、アイアンサイトはいつも通りのやつで、ここね、引くとハンドガード取れますね、うん、あれあれあれ珍しい、こんなちっちゃいのにここにバッテリーの配線来てないですよ。これ珍しいですね。なんか僕の M4 でもやっぱこのストックなんで、バッテリーケースはねこっちになってるんですよ、あの M653 は。これじゃあどこにバッテリー入るんだ、はい、このハンドガードの緩みねめちゃめちゃ硬い、全然緩めないですね。これも脱落防止のねダクトテープ巻かなくてもいいんじゃないかってぐらいめちゃめちゃ硬いです。僕の M653 は押したらねここがね折れるんで、カシャカシャカシャってなるんですけど、めちゃめちゃ硬いです。これもうんってやらないと落ちないです。そう、すごい、めっちゃしっかりしてますね。レシーバーの部分いきたいなと思います。レシーバーもねフルメタルでね厚みがあってすごい、あの重量感がすごい。あとね近づいたらねすごい鉄の匂いがやばい、うんうん、本物みたいな鉄の匂いがすごいしますんで、すごいなんか厚いんですかね、ものが。あとオイル、ん？グリスとかもねすごい厚めに塗られてるのかなと思います。セレクターもねセミとフルですね書いてて、なんか刻印掘られてますって感じですね。でグリップ、あれ見てください皆さん、下のピストルグリップのところなんですけど、突起ブーツありますね。これはでも M4 のあれだよね、飛び出てるやつだよね、ピストルグリップ。僕のやつはストレートなんで、昔のやつだったらストレートになってるはずだと思うんですけど、これがねついてます。握った感じもね、うん、丸いのピストルグリップよりかは握りやすい感じですね、うん、あんまりこっちに干渉しない感じ、あんまり違和感がない感じですね、うん、トリガーもねついてて、トリガーもついてて、じゃあ裏行きますか、裏裏見ます。はい、見てください。うわーすごい、これいいね、めっちゃかっこいい、うん、これめっちゃかっこいいね。あ、これでもあれだね、アダプターみたいな感じだね、見た感じ。この棒をこれを取ってこっちにつけて棒を入れる感じですかね。でここもね、あの切られてる途中でぶった切りされてますね、うん、ポートがねすごいいい味出しますね。ここに彫り込みは全然なしと。で見た限りね、ちょっと動かしていいですか。見た限りね、メイドイン台湾とかメイドインジャパンっていうね彫り込みされてないんで、いいなって感じしますね。クリスルっぽい感じになってますね。アイアンサイトチェックです。まあ、相変わらずここのリングなんですけど、リングもねこのちっちゃいピンからこの大きい、硬いなこれ、硬いね、これ回すんかな。で回したらねここが動くんでね、これ多分硬いです、まあ、ガチャンってやらないと多分痛いと思うんですけど、こう大きい穴とちっちゃい穴がついてますね。はい、うん、ちょっと構えてみたいと思います。いつも通りのキャリングアングルですね。でここはチャーハンですね、チャーハンちょっと引っ張ります。 あれはついてないんだ、セレクターストップみたいなのついてないと。で引くとあのホップアップ調整ついてますね。これは紫でなんかミニオンクっぽいですねミニオンクの紫ピニオンみたいですね、まあ、ここはいつも通り。でここもね押したら、あ、結構硬い、すごいねこれ、保持力すごそうだねこの硬さは、うん、後ろ方面行こうね。あのストックですけど、ストックは XM 系統のちっちゃいやつですね。僕がいつも使ってるあのデルタパッドとか構いやすい方ですね。ここのストックはねプラスチックですね、プラスチックアルミじゃないです。でこれ1段階2段階、あ、2段階で終わりだ、2段階で終わりっぽいですね。見た感じね、さっきも引っ張った感じなんですけど、すごい硬いです。では保持力がすごいいいのかなって感じしますね。バチンバチンってかかる感じがすごいいいです。あれでも気になるな、ここまで来てさバッテリー入れるところがないんですよ。だってこのストックってバッファーチューブむき出しなんですよ、むき出しなんで、ここに入れることになるのかな。普通みんなねここに入れるんだけど、うん、ここが空いてるからさ、ここ気になるよ、ここを見てみたいと思います。はい、バッテリーケースなんですけど、ここですね、こう今あの無理やりね 指で回してるんですけど、はい、ここがねバッテリーケースっぽいです。はい、見てください、うわすげえ油ですよ、見てくださいこれ、もう
エリアの触手みたいな感じでオイリーになってますけど、コネクターが T コネですね。見た限りね、バッファーチューブの中見たら分かるんですけど、結構容量入りそうですよね。うなぎバッテリー普通に入るんじゃないかな。これをねちょっと入れてみたいなと思っております。じゃあまず二股入れてみます。あっ、あっ、厄介ですね。でございます。二股マックスでこれだけ飛び出るんで、結局はストック伸ばして、最近の M4 みたいな感じでね、1段階伸ばさないと入らないようになってるんですね。あっ、ダメだこれ、ネジ閉まらんわ。ちっちゃいのなかったっけ。はい、ここにですねちっちゃいバッテリーがあったんですけど、これをね入れてみたいと思います。入れてみました。あ、入れたらね意外と空間すごいよ、大きいです。うん、大きい。これでねちょっと詰めてみますね。ギリギリだな、ギリギリ入りそうな感じはしますね。一応ギリギリ入りそうな感じはします。でも一応つなぎたいんですけど、今回ねこのバッテリーがね 11.1V なんですよ。つなげるとちょっとこれ 7.2V 用なんで、検証のためにね入れてみましたってこと。まあ、ギリギリ入りそうです。見てください、マガジン刺しました。かっこいいっすね、超めっちゃかっこいい。なんか M4 なのに 9mm のマガジンが刺さってるみたいな。でこの 9mm なんですけど、見覚えあるなと思って、これよく見たらですね、ウージーのマガジンにそっくりですね。多分ここで止まるようになってるから、ウージーの多分マガジンだと思います。はい、今回のマガジンなんですけど、あの結構鉄なんですよ、プラスチックじゃなくて鉄なんで、すごいオイリーな鉄で、取るのもね結構硬いんで、別のメーカーのやつが入るかどうかはちょっと分かんないです。もうこんな感じですよ、入れるのガチャンともなりませんぐらい硬いんで、入るか分かんないですけど、まあこれをねちょっとサイクルとね、フルオートのチェックしてみたいなと思っております。はい、それではですね初速測っていきたいと思います。いくよ。83 82 82 82.69 ですね。お、もう安定ですよ。 82.69 でね、すごい安定してやってます。意外となんかゆっくりもっさりな感じなんですけど、初速はすごい安定してますね。的を狙っていきたいと思います。打ちます。フルオートいきます。わわわわわわ、まあ、なんか思うんですけど、力込めて打ってるような感じがすごい。モーターもそうなんですけど、あのもうギアのその音がもうバーンってぶつけてるようなね、すごい音で打ってます。弾道も綺麗にまっすぐ飛んでいくし、すごいいいなって感じですね。まあでもちょっとギアなりがすごいなっていうような感じですかね。はいはい、ということでですね、打ってみた結果とレビューなんですけど、バネ鳴りは結構しますけど、弾道はすごい安定してて使いやすいのかなと思っております。でストックもね XM 系統だから片付けもしやすいなって感じです。ウージーのマガジンなんで、マガジンもね結構持てるのかなって感じがします。メリットはですね、すごいあのこれね持ってるとね、おじさま方とかがねすごい喜ぶんじゃないですかね。フィールドに持っていくと、うわパナマカービンやみたいな感じでね、人気者になると思います。今の子たちはどうだろうっていう感じですけど、あとはまあボディもねすごい硬くて、あのちゃんとしてなかなかね壊れにくそうだなって感じがします。デメリットです。デメリット、まずねあのバッテリーですね。バッテリー問題、ちゃんと入るようにした方が、配線とかね当たって削れちゃったりとか切れちゃったりとかする原因になるので、やっぱりバッテリーのね配線問題っていうのはちゃんとした方がいいです。あとは 9mm なんですけど、純正品でもこんなグラッて入れないと入れにくいっていうデメリットがあったんで、別のメーカーのやつを入れて入るのかなっていうのもちょっと心配です。あとですね、ここ入れるじゃないですか、マガジン、マガジン入れて抜くんですけど、まあ4発ぐらいあのチャンバーに押し上げる弾が残ってるんですけど、それが落ちてですね、マガジンのこの部分あるんですかね、この部分、この裏に弾が入っちゃうんですよ。入ってちゃんと抜けてるかどうか確認してから入れた方がいいですかね。だから間違ってね入れてね、ギアとか歪ましたりとか、チャンバー押しちゃったりとかもするかもしれないんで、この弾でね押しちゃったりするかもしれないんで、弾抜けてるかどうかも確認した方がいいと思います。でもね初速も86ぐらいあったし、
取り回しもね M4 と変わらないんで持っててもかっこいいなと思っております。パナマカービン良ければいかがでしょうか。はい、どうも、秋です。イエーイ、中本達です。今日はですね、なんと奥様熊本に行きます。イエーイ。熊本にいつ行くかというと2月4日のなんです、マソジパング参加費500円、定員はなんと150名。早く買ってくれよな。お、会場で俺と握手だ。サバゲーがメインのイベントになってるのでみんなで遊ぼうぜ。え、サバゲーができるの。うん、できる。なかなか会えないからよ。お、俺たちは化石掘って遊ぼうぜ。似てる物販とかもあるからよ、楽しみにしててな。 M ビジョンもあるぜ。九州はよ、うん、沖縄に近いからよ、一緒に遊ぼうよ。や、あったかそうだな。熊本と戦おうぜ。かかってこいや。じゃあそれ達成さじゃあや。じゃあや。